あなたの心に火を灯す東洋思想および神道研究家の羽賀光です。今回はチョコレートおよびカカオのスピリチュアルエネルギーについてお話をしたいと思います。この動画をご覧になっているあなたはですね、チョコレートのことをお好きな方多いと思いますが、皆さんね、チョコレートおよびこのカカオの秘密をですね、知らない方が多いかと思います。いろんなこの世界中の国で神様が宿るとされている食べ物って違うんですよね。日本の場合は何か、例えばこれはお米です、もしくは梅だったりするという話を前少ししましたが、例えば西洋の場合はそれがですね、ブドウ、つまりワインだったり小麦だったりする。で、今回のテーマはカカオなんですね。で、このカカオが神様が宿るものというふうにして言われていたのが南米の方なんですね。マヤ文明、アステカ文明という文明がありました。で、ここではですね、カカオが非常に貴重な食べ物でして、例えばですよね、お祭りであったり儀式の時に使われる。で、具体的にどういったお祭り儀式の時かっていうと、結婚の時の儀式にこのカカオのですね、ドリンクを飲む。で、これがむちゃくちゃエネルギーあるということで神聖視されてきたわけなんですね。それこそこのマヤ文明とかアステカ文明においてはもうね、カカオ豆一粒が金塊のような価値を持ってた。もう具体的に言うと奴隷と交換されてる、そんな時代もあったそうなんですね。で、私たちこのユニワではですね、このカカオの持つスピリチュアルなエネルギーを最大限引き出せるようなチョコレート、スイーツを作っております。ではそれが一体どんなスイーツなのか、普通と違うというところをですね、感じていただきたくて、パティスリーユニオンにですね、突撃訪問いたしました。その様子をですね、ぜひご覧になっていただけたらと思います。それではどうぞ。今回はですね、なんとこちらパティスリーユニオンにですね、来ております。私たちね、ユニワっていうお店をやってるんですけども、大阪の枚方の草で、飲食店から始まったんですけど、ラーメン屋さんがあったり、整体院があったり、日用雑貨売ってるお店があったり、いろいろあるんですけども、そのうちの一つが、はい、こちらパティスリーユニワなんですね。で、去年ぐらいから結構ね、米粉のですね、スイーツに力を入れておりまして、米粉のシュークリームであったり、米粉のチーズケーキであったり、これやっぱ日本人に合ったですね、スイーツということでね、お届けしていくんですけど、ちょっと今日はね、なんかバレンタインが近いということでね、せっかくなんでちょっとね、着てみたっていう感じなんですよ、これは。あ、ちなみにね、その隣の方にね、白福コーヒーというコーヒー屋さんございまして、こちらもね、僕らの系列店で、パティスリーユニはお立ち寄りの際はぜひですね、この白福コーヒーもお越しいただけたらと思います。はい、ということなんですが、早速お店行っちゃいましょうか。こんにちは。こんにちは、どうも。はい、スタッフのくまちゃんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。もうだいぶちょっと正直閉店間際なんで、ちょっとケーキの数もね、もうちょっと普段多いんですけども。そうですね。パンも売ってるんですか、これは。そうですね、朝7時から販売してますね。おー、米粉パンじゃないですか。米粉パンもありますよね。美味しいですよね。人気ですね。好きなんですよね。最近結構米粉パンやっていただいてます。僕、米粉のクリームパン結構好きですね。米粉のあんパンも美味しいんですけどね。くまちゃんは何をしてるんですか、お仕事は。仕事、ケーキを作ってます。ここで働いて何年目ぐらいなんですか。パティスリー自体が今年で6周年かな、一応オープンから、はい、います。いや、今日はですね、ちょっとバレンタイン期間ってことでね、まあ、でもまだ今日は2月の頭なんで、今日ありますかね、もしかしてチョコレート。もちろんあるんですよ。あれですよ。チョコレートあるんですか、まさか。用意しています。いや、ちょっとあると思ってなかったな。おー。今日ちょっとアマゾンカカオの方の。アマゾンカカオっていうのはそもそもどういうカカオなんですか。アマゾンカカオっていうのはほぼ市場で出回ってない、すごい珍しい幻のカカオって言われてるカカオで、本当に 5% ぐらいしかなくて、通常のチョコレートで使ってる種類とちょっと別のクリオロッシュっていう違う種類のやつなんですけど、すごいね、フルーティーな感じのチョコレートで、全然今までのチョコレートと味わいが違う感じのチョコレートになってますね。皆さんね、これとどっちもあるんですけど、はっきり言うとね、
市販のチョコレートってほとんどね、もうね、溶かしてるだけなんですよね。もともとあるチョコレートをね、溶かしてそれを固めてやったらもうできますって感じなんですけど、でそれをカカオから作ってるということなんですけども、さらにそのカカオがアマゾンの原生といいましょうか。そうですね、アマゾンに生えてるこのカカオの木をとからも実を取ってきて、さらにそれをこうチョコレートにしてるというですね、かなり珍しいことをやってる希少なチョコレートになってますね、うん、はい生成されてないやつなので、結構加工とか作る上で結構大変なんですけど、うん、カカオマスとカカオバターとうちの砂糖と合わせて一から作ってます。正直多分チョコレート美味しいって思って白砂糖が美味しいだけなんですよね。でもこれ本当にカカオ本来の旨味が味わうことができる本当に珍しいチョコレートになってますね。はい、はい、じゃあちょっと食べてみてもいいですか。ありがとうございます、はい、はーすごい。ちょっとそれぞれ説明してもらっていいですか。これがショコラボンボンって言って、ショコラボンボン中に生チョコが入ってます。上にチョコレートのコーティングですね、はい、ではカカオクッキーが中に入ってて、上にあのアマゾンカカオのチョコをコーティングしているものですね。これが一番プレーンのチョコレートで、一番あのアマゾンカカオの味わいを楽しめるものになります。であとトリュフですね。トリュフの中に今回ちょっとプラリネっていうあのアーモンドと砂糖をキャラメルしたものをペースト状にしたもして、それを生チョコの中に入れていますね。じゃあまずはアマゾンカカオの生チョコが入っているこちらのチョコレートですね。じゃあいただきます。上はもしかして金箔ですか。これはそうですね、金箔じゃあいただきます。うん、めちゃくちゃ濃厚な、そうですね、かなり濃厚に、うん、美味しい結構ね、フルーティーな感じ。そうですね、フルーティーですね、確かに。なんか本当にこうカカオの果実感っていうものを感じていただけるお味ですね、これは。いや、これね、さっき絶対他で食べられないです。皆さん、今まで食べてきたチョコレート絶対偽物って思うと思いますよ。だから、絶対食べてほしいですね。チョコ好きの方は、食べてないと、もうチョコ食べたことないって思った方がいいぐらいの勢いのもんですよ、ほんまに。ちょっとこれもいただきましょう。はい、これ何でしたっけね。これロシェチョコっていう、中にクッキーが入ってる。米粉ですか、これは。普通に米粉です、ね、あ、米粉クッキー、米粉クッキーの入ったロシェ、いただきます。うん、あ、へぇ、ちょうどいいサクサク感で、ね、中は結構サクサクしたクッキー入ってて、ちょっとすみません、さらにいただいてみますか。これ一番オーソドックスなプレーンですね。そうですね、これが一番本当にアマゾンカカオを純粋に楽しめるものになると。なるほど、いただきます。これね、もうね、ちなみにね、コーヒーと合いまくりますわ、これは。合いまくります、まくりすぎますこれ、うん、でワインとも合うんですよね。そうですね、ワインとも、うん、こちらユニアマートで販売してる赤ワインですね。こちらに、うん、めちゃめちゃ美味しいですね、これ。美味しい。毎年これバージョンアップしていってるんですか、作り方というか。作り方ちょっとずつ変えていってますね。今回のプレーンもちょっとあの変えてますね。これね、僕ね、簡単にカカオから作ったんですよねって一言で言っちゃったんですけど、結構温度調整とかが変なんですよね。そうですね、まあ、特にプレーンは結構そうなんですか。ちゃんと綺麗にツヤ出すっていうのが結構大変ですね、うん、普通ね、あのテンパリングとかしていくんですけど、とアマゾンカカオだとちょっと生成されてないチョコレートだと、普通のなんかチョコレートのテンパリングの温度だとうまくテンパリングされなかったりとか、うん、それが結構 ね毎年大変なんですけど、ちょっとでも狂うともうね、綺麗なツヤが出ないし、なんか粒ができちゃったりするんですよね。そうですね。最後すいません、ちょっと名残惜しいですけども、トリュフいただきたいなと思います。ん、おいしい。これ周りに乗ってパウダーは、これはどういうパウダーなんですか。カカオパウダーですね。カカオパウダー、またちょっとアマゾンカカオとはちょっと違うカカオパウダーなんですけど、これも全部農薬の。いや、ほんとね、絶妙な甘さ加減。で、なんていうかな、ほとんど世の中のチョコレートって白砂糖なんですけども、カカオの旨味っていうのが余韻がずっと残るような感じで、一粒いただくとずっと幸せな気持ちをね、残りますよ、これは。なので。これちなみにあれですよね、買おうと思ったら、東京の場合白金高菜は、関西圏お住まいの方はぜひですね、枚方くず浜で取りに来ていただくような形になるんですけど、はい、けどなんですよね、なんと発送してくれるやつもあるんですよね。そうですね、あとガトーショコラは、ガトーショコラ全国発送してますので、これもアマゾンカカオ使ってるんですか。そうですね、こちらもアマゾンカカオ使ってます。これむちゃむちゃうまいですよね、これもね。これも美味しいですね、結構もう一口でも
結構濃厚なので、そうですね、結構何人かで一緒に食べたりとか、はい、最高級ガトーショコラですよね。そうですね、アマゾンカカオ、あのフルーティーさもすごいあるし、あと結構これ水が結構入ってるんですけど、味噌漬けを通した、この水入れることによって結構うちって水をなんか調味料みたいにしてるんですけど、水が調味料、水で旨味を引き出す。そうですね、まろやかになるというか、アマゾンカカオの香りも引き立つような感じですごい。で中もちょっと結構柔らかい感じで仕上がってるので、はい、こちらは発送承っておりますので、はい、ぜひですね見ていただけたらと思います。いやこれでも本当ね、皆さんぜひね、正直女性の方は見る方多いと思うんですけど、自分用に買ってほしいですね。プレゼントもそうですけどね、自分用にも本当ね、もう幸せな気持ちをですね味わっていただくために買っていただいてもいいですし、まあ余力ある方は男性にという方もね、いいと思うんですけどね。もう本当ね、人生で一度はですね召し上がっていただきたいチョコレートになっておりますので、ぜひですね食べていただけたらなと思います。まあ、そんなことで、これちなみに他のケーキもおすすめなんで、パティスリーにはお興味ある方はぜひですね、関西圏の方本当来ていただきたいですし、また東京の方も白金高輪でお店やっておりますので、ぜひ食べに来てください。ということで今回はパティスリーユニオからお届けさせていただきました。ということで、くまちゃんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。